はい、どうも皆さん、こんにちは。武蔵先生です。ということで、本日月曜日なんですよね。一週間始まりました。本来はですね、昨日の日曜日から一週間は始まってたんですけれどもね、昨日介護の学校、私、またもや欠席してしまいました。別にね、体に何かしら不調があったわけではなくてね、ちょっとね、精神的に昨日はちょっと介護の勉強をとてもね、やるような気分ではなかったという、またね、こんな感じで卒業が伸びてしまうということでですね、まあ後からね、辛くなるんですけれども、まあ実はですね、その前の日の朝ですね、土曜日の朝、ちょうど私、介護の夜勤のね、アルバイトをしてたんですけれども、お見取りがございました。その方はね、僕が入った時からいらっしゃる方でですね、その時はね、いろいろね、仲良くしていただいてたんですよね。詳細はね、申し上げませんけれども、土曜日の朝ご逝去されたということでですね、もう最後はね、ほとんど、何もお手伝い、できるようなことはねなかったんですけれども、ちょっとねいろいろ気持ちの面で落ちてしまいまして、そこからですね、家に帰りました。で、家に帰ってもね、なんかちょっとこう心がこう地面についてないというか、地に足がついてないみたいな感じでですね、これどうしようかなと、なんかね、何を考えるのも考えられないような、まあそんな状態になっております。まあね、見取り、どうしてもね、自然なこと、まあね、その寿命というのはね、人それぞれね、病気とかね、そういうもので早まったりとかあるんですけれども、いずれはね、迎えることなんですけれどもね、やはり、こう自分がね、こう関わってきた方、しかもね、仲良くね、してくださっていた方でしたので、長年やってればね、こういったこともね、数多く経験するので、きっとね、良くも悪くも慣れてくるとは思うんですけれどもね、やはりね、私はそういうわけにもいかずですね、こう、いろいろね、何かしら思ってしまうというか、利用者さんとはね、本当にね、学校で習う、ことはね、やはりこの、お客様、あくまでもお客様として接するというふうなことが、学校の教えなんですけれどもね、私の場合はね、もう本当にね、自分のおじいちゃんおばあちゃんみたいな感じで、あとお友達みたいなね、感じで、少しでもね、こう楽しい時間をね、過ごしてもらおうということで、すごくね、もう会話も欠かさず手握ったり、スキンシップもね、たくさん取りながら、僕が来る日はね、楽しみよってね、やっぱ言ってもらって、いるようになってね、そこもまた嬉しくてね、僕の姿を見て、こう、パーッとね、顔をね、明るく、してくれるのがね、やっぱり、それが嬉しくてね、なんとか頑張ってるんですけれどもね、気持ちがドーンと落ちてしまいました。で、土曜日、おとといの朝、そんなことがあって家に帰ってね、ちょっとしてね、このままちょっとね、家にいてもあれだなということで、体はクタクタだったんですけれども、久々にね、パチ屋に行ってしまいましたよ。上司がね、病気なぐらい、狂ってらっしゃる方が いるんですけれどもね。武蔵先生もね、過去はね、もうどっぷり使ってた時期がありましてね、20代、30代に前ぐらいまではね、どっぷり使ってて、もう今はね、全然やってなかったんですけれどもね、なんかフラフラとね、行ってしまったんですよね。そこで あれこれ打ち散らかして、打ってる間もね、こう当たってても、なんか特にね、こうなんか、こう気分が高揚することもなく、なんかただ黙々とね、やってまして、気がついたらめっちゃ大敗しておりました。すっからかんなるまでね、やってしまって、でなんてね、また、昔のね、底辺時代のね、自分を、思い起こすような感じで帰ってきましたけれどもね、ここでもしね、例えば勝ったとしてもね、気持ちが晴れていたかどうかは分かんないんですけれどもね、とにかくなんかね、何かしらで、こう、心を無にしたかったっていうのがあってね、やりました。で、昨日日曜日ですね、朝、学校に行く支度までは済ませたんですけれどもね、やっぱりちょっと今日ダメだなと。介護の勉強、ね、資格をね、取らなきゃいけないんですけれどもね、ちょっとね、ダメだな、今日もちょっと無理だわってなってしまってね、お休みしたんですよね。体の調子が悪かったわけではなくて、精神状態がちょっとね、っていうところで、一日ね、家でね、ぼーっと過ごしましたね。ちょっとね、途中息子ちゃんとね、一緒にね、ゲームやったりとかもしましたけれども、今日はね、本業の方なんで、休むわけにいかないんでね、学校と違って、なので今来ております。動画もね、ちょっとね、全然アロマの動画なんかもね、
やることはね、決まってるんですけどもね、ちょっとなかなか着手する、気持ちになれずですね、こんな感じでやっております。また、今週は一週間ね、ずっと休みなくお仕事が入ってて、本来はね、この次の日曜日、学校最終日だったんですけれどもね、武蔵先生は、その最終の試験が受けれないので、学校は午後の2時半ぐらいまでだったかな、までお勉強して、他の方はもうね、卒業の試験。で、武蔵先生はそこで退席という形になります。自分自身に対して何かしらこうね、辛いこととか嫌なことがある分には全く問題ないんですけれどもね、なかなかね、言葉でもうまく説明できないんですけれどもね、ということでね、今回はね、こんな感じで、ちょっとね、動画の更新がストップしてるのでね、今現状どうなのかっていうのだけお話ししておこうと思って喋ってみました。ということでね、ご視聴、ご清聴ありがとうございました。